ですね、ドラッグして出してあげると、このように、いわゆる階層的にしてあげることによって。こんにちは、戸田悟です。今回はですね、 PDF を中心に、まあ、ワードのファイルなんかも読めるんですけれども、利用するですね、 iPad 向きのアプリ、リキッドテキストというですね、ノートアプリを紹介したいんですけれども、まあこれノートアプリというよりは PDF 注釈アプリって言った方がいいですかね。 PDF とかですね、ワードのファイルを読むときにとても便利なアプリなんですよ。で、特に Apple Pencil 持ってる方、持ってなくても操作できますけれども、持ってるとですね、とても使いやすいということでご紹介していきます。それでは、勉強とかですね、それからドキュメントを読んだり、論文を読んだり、資料を読んだり、仕事でももちろん PDF のファイルを読んだり、まあ Word のファイルも可能なんですけれども、とっても役に立つですね、このリキッドテキストというアプリの使い方を紹介します。 Apple Pencil で使っていきますが、実は指でも結構ほぼ同じことが可能です。書き込みはほとんどしないと思いますので、というか、書き込みをするには有料版にする必要があるんですけども、ここにちょっと価格体系出てるんですけれども、まあプロにするとですね、2940円と。で、今回紹介するのは無料の範囲内で紹介しますので、使ってみてよければプロに切り替えていただければと思います。まあ、学生版は1960円とかですね、まあ、いくつかパッケージがありますので、そこはですね、またご確認をいただければと思います。で、早速じゃあアプリを開いていくんですが、その前にですね、ちょっと準備が必要で、このアプリですね、 PDF ファイルとか Word のファイルなんかを読み込んでいろいろ作業していくんですけれども、そのファイルがですね、例えば iCloud ドライブとかこの iPad 内にないとダメなんですよ。で、どうすればいいかというとですね、例えば OneDrive にあるファイルなんかはですね、はい、例えばここにですね、OneDrive にご提案というファイルがあります。で、これを選択して、で、共有で、ファイルに保存。はい、するとですね、保存先が出てきますから、iCloud ドライブとか、もしくはまあこの iPad に保存してもいいんですけれども、今回は iCloud ドライブのデータに保存します。これで、ファイルの準備は完了です。では早速アプリに切り替えます。で、アプリを起動するとですね、リキッドテキストのアプリを起動するとこのような画面になりますので、ここでファイルを開いていきましょう。左側のオープンファイルをタップします。はい。するとですね、この中に先ほど転送しておいたご提案というファイルもここにありますし、他のファイルもですね、ワード形式のファイルなんか開けますので、まあ、今回こちらを開いていきましょう。はい、でこれワードのファイルが開きました。で、まあ、基本的にはこうやって読んでいくというのが基本的な使い方なんですが、もちろんいろいろなことができるんですけれども、ここをですねスライドすることによって書類のサイズで、実はこのスペースも使うので、常にこれを動かしながら自分で使いやすいサイズを選んでくださいということになります。で、今回まず Apple Pencil 使うんですが、普通に Apple Pencil で線を引くとこのように範囲指定ができます。はい、このように範囲指定ができます。で、さらにですね、こう寝かすとですね、こうやってですね、ラインマーカー引けるんですね。これ結構面白いですね。寝かさないと範囲指定。で、寝かすとラインマーカーになります。で、色も変えられます。このように、読みながらですね、自分で気になる部分があったら、このようにラインマーカーを引いてあげて、まあ、色をちょっとこう選んであげるというところでですね、このようにラインマーカーが引けるわけです。はい。で、じゃあ、どうやって使うかっていう、本来の使い方というか、とても便利な使い方を紹介したいんですけども、まずですね、こう読んでいって重要だなという思うポイントがありましたら、範囲を指定します。はい、このように範囲を指定します。で、範囲を指定したらですね、こいつをドラッグで右に出せるんですね。で、こう読みながら、例えば、あ、ここが重要だなと思ったらですね、これですね、ドラッグして出してあげると。いわゆるこう四角形で範囲指定して出してもいいですし、これ今四角形出してました。文字単位で選択して出してもいいです。で、まあ、ちょっとここ、今手抜きしましたが、本来はやっぱり、この四角形よりも、はい、こうやってですね、文字単位で指定してあげた方が、後で分かりやすいんですよね。これ見るとこう切れちゃってますよね。文字単位で指定するときっちり指定できますと。もちろんどちらでもいいんですけれども、このように作ってあげてください。でこうすることによって、PDF をどんどん読んでいきながら重要なポイントを、はい、範囲指定して横に
出せます。でこれ何かというと、結局長い長文のですね PDF ファイルでも重要な部分ってそんなにないじゃないですか。もしくは読んでみて自分がここは重要だなと思ったらですね、まずラインマーカーで線を引くと、ラインマーカーで線を引く、でさらにすごく重要だなと思ったら横に出す、ラインマーカーで線を引いたものを必ず横に出す必要もないわけです。はい。で、まあこうやってラインマーカーを引きながら重要な部分をですね、はい、Apple Pencil だと文字単位の指定とかやりやすいんですよね。重要な部分をこう出していってあげると、はい、いう作業をまずは繰り返していけばいいわけです。はい。さて、で、このですね、出したファイルの便利なところっていうのはですね、この右側を見てタップするとそこに飛べるんですよ。こういうふうに出した部分に飛べるわけです。ですから、こちら左側がすごい長文の場合も出した部分に飛べると。でさらに、こう左側ですね、不要な部分をちょっとこう縮めることができるんです。このように。面白いんですよね、これね。いらない部分をこう縮めていくと、よくできてますよね。必要な部分だけをこう集めて読めると。で、こう必要な部分だけを読んでいくことができると。で、まあ縮めてることもわかりますので、これを必要なら伸ばしてあげると。こう縮めてる部分をタップすると伸びますので、まあ縮める、伸ばすということが自由自在になりますから、まあ長文、超長文でもですね、必要な部分だけを抜き出して簡単に読むことができるというのが、まあ特徴の一つです。はい。で、さらにですね、こちらで今出したファイルというか出した文字列ですね、これもですね、連携できるんですよ。このように重ねてあげることによって、ちょっとこうくっついて連携します。ですから、これとこれとという形で、これ連携させたものを、順番なんかも変えることができますので、自分の好きな順番に変えてあげることによって、まあ、できればですね、こういうちょっと1なんかもですね、このように、いわゆる階層的にしてあげることによって何をどう言いたいのかが分かると、いわゆるフローチャートがここで作れると、思えばとっても分かりやすいのかなと思います。はい。でさらにこの見出しの色もですねつけることができますし、見出しに色をつけると飛んだ先の色も、変わりますので、とってもこう整理整頓、情報の整理整頓がしやすいですよね。でこちらにフリーのスペースがありますから、ここでいろいろなことをどん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 記録して、まあ、動かしていくことによってですね、まあ、ちょっと話すと離れちゃいますけれども、まあ、この辺は使い慣れてくるとうまくいくと思うんですが、はい、紙の上に、付箋で書いたものを連携しながら置いていくようなイメージで、書いたものをまとめていけるというわけです。で拡大してここだけで読んでいくと、つまり長文から必要な部分だけを抜き出して別のレポートにまとめるとか参考資料を作るという時にとっても役に立つわけです。で、こちらをですねタップすると、実はペンでこの辺自由に書けるんですが、その機能はプロ版なんですよ。2940円のプロ版の場合はこちらでタップするとここにさらに文字も書いていきます。まあ使ってみて気に入ったらですね、まあプロ版もぜひ使っていただければと思いますけれども、まあこのぐらい使いこなすだけでもドキュメントの読み方がですね相当変わってくると思います。はい、相当便利になっていくと思います。ぜひですね、こう特に長文を扱うことが多い方はぜひこの縮めながら読んでいくというですね、この快適さをですね味わっていただければなと思います。まあ iPadともですね、まあできればこれ11インチ、10インチ以上の方がおすすめです。あ、ミニだとさすがにちょっと画面が狭くて右がちっちゃくなっちゃうので、で、今これ 12.9 インチでやってるんですが、やっぱりおすすめなのは 12.9 インチですね。一番画面が広くて使いやすいかなというふうに思います。リキッドテキストについて使い方を詳しく紹介してきました。今回はですね、課金をしない範囲内、無料の範囲内の使い方を紹介しています。実は僕もですね、課金しようかどうしようか迷ってまして、課金しないと Apple Pencil によるあの文字の書き込みができないんですけれども、なんかなくても十分かなと思いつつ、まあ僕の場合はですね、しばらく使うようであれば課金をしたいというポリシーがあるので、まあまあ課金することになると思うんですけれども、皆さんもこの範囲内で使ってみるとですね、便利さが分かると思うのでぜひ試してみてください。